それでは行きましょう。アルティメット MC バトル2014グランドチャンピオンシップ1回戦第1試合紹介します。先行スクリーンに注目してね。青コーナーライカ、一言で言えば土臭い、乾いたリズムが奴のサイン。東京よりやや西042、切り捨てごめんの新選組。西東京代表、玉の残党ライカコーナー、西東京代表ライカ、そして高校赤コーナー俊美。当たり気車力、常にしゃがれき、決して落ちないやる気の馬力。ライミング自転車操業、正々堂々喧嘩中と。熊本代表、マッハピストンマイクロフォン。それではマイクテストして、先行コーナーライカ、高校赤コーナー俊美。マイクは問題ありません。 DJ 俊、こっから4試合分のビート聞かせてください。DJ の準備はできた、 MC の準備はできた、はい、ってことはもう始められるんですけど、会場の準備はできてんのかな。それでは行きましょう。アルティメット MC バトル2014グランドチャンピオンシップ1回戦第1試合、先行青コーナーライカ、高校赤コーナー俊美。 DJ 俊レディーファイイエー。UMB2014 本戦1回戦一発目、おめえら全員調子はどうだ。上げに来たぜ西東京レペゼン、どこレペゼンすか俊美。俊心じゃなくて俺が夢中にさせてくミュージック、おしそいつで屈指いいパンチ、ここグーパンチやらかしていく、笑顔すぐラッピー。 1 回戦一発目引っかかったのに、そう俺の名前でディスインフムだけしっかりとかますだけ。もちろん田舎もんから言わしてみれば東京そんなもんは、クソ調子の当たり障りね、南の風を吹かせに来たってさ、お前にも見せたいねオーシャンビュー。俺は今日マイクを握ってないかショーシャンビュー、yeah. オーシャンビュー悪いね、俺には見えねえ、お前呼吸困難中、頭ん中でソーラップぶち込んでいく、東京西最先端ではねえ、土臭スキルでお前の飯か俺は見てね、やらかしちゃおうぜ、俺はまだ羽ばたきてどこ上がってくんだよレベル。目を見てるんだろ、その通りだよ、お前最初一発目調子どうってあっちに言ってたじゃねえかよ。そんなもんかよ、東京行ってもそう、お前のプロポスがあるかもしれねえな。エンダーサスイから投げてこのピッチャー、お前は三振しかできないぜ、三振にアイディアとひらめきと感じ、それが宮崎市へ吹かす南風スティーン。終了。 OK OK、 それでは判定に行きます。先行青コーナーライカ、後攻赤コーナーシュンピー。まずは俊美、陪審レディージャッジ、赤勝者俊美。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
まあ負けた悔しい、いろいろあると思うけど、その次の話を聞いていきたいんだけど、来年どうしようか。あ、来年出ようか迷ったんですけど、もう出ますね。なんか今日1回戦で負けて言い残したこといっぱいあると思うから、残しておいて、もうとりあえずまあ押しとおくのに僕は超やばいっていう高速は違うっすね、もっと見せたかったので、本当1回戦で負けちゃったら恥ずかしいですね。やばいっすね、いっぱいありますね。俺は今日セコンド生きてるバンド作るのとマダラバイブっていうクルーでやってて、来年にアルバム作ろうと思って、めっちゃくちゃやばいです。一人ともやばいです。